どうも、あやしさ 120% 男、ブス島です。同級生2実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで、1月6日、最終日でございます。前回ね、美佐子さんに大事な話をされまして、俺はゆいが好きだ、ということで、ゆいちゃんは確実にこれで落とせたんではないでしょうか。まだね、そういうことをしてないのがあれですけど、おそらく、どっかでできるんじゃねえかなと思います。いや今日1月6日ね、暑い日になりそうですね。まあいいでしょう。そして今回おそらく落とせたと思われるのはまあゆいちゃんですね。まずこれはもうほぼほぼ確定だと思いますので、目的達成という感じです。次にともみちゃんですね。ともみもいけたんではないでしょうか。よしきの魔の手からねやりましたので、あとはあれか、みのりちゃん、これも OK じゃないでしょうか。まあチョークを突っ込むなっていうツッコミを入れたいところですけどね。あとは先生ですね、片桐先生、ミレイさんね、ずっとみすずさんって言ってますけどミレイさんです。あとは保育園のあずみさん、天童がぶんどってやりましたからね、ざま見やがれって感じだぜって感じです。おお、意外といけたな。5人か。あと誰かいるか。あと誰だ誰だ。そうか、今日1月6日で1時に、桜子ちゃんと約束をしてるんで、おそらく桜子ちゃんもいけてますね。あとは、ここは日記帳をうまく使ってやるんですけど、ちょっとできるか分かんないです。これ別撮りしなきゃいけないんですよ。それが、お母さんの方ですね。お母さんとゆいちゃんは同時に落とせないはずなんで、これね、さすが無理だろ、これは。一般論で無理だな。あと分かんねえのが陽子なんだよな。陽子もね、ちょっとここだけどっかでフラグ折れたっぽいんだよな。陽子との絡みシーンねえから、まあこれも別撮り陽子しちゃおうっていう感じなんですけど、今回結構この集会で落ちたんじゃねえかこれ結構という感じで、とりあえず今日は桜子ちゃんとデートという感じでございますね。もうゆいが好きだって言いながらもう桜子ちゃんを狙うこのゲッサーたまんねえぜおい。まあこれも同級生ってもんだわな。というわけで今日はちょっと思い出に浸りながら、とりあえず自宅からのスタートということになっております。というわけで早速リビングに降りてやっていきましょう。まあ今回はなんか桜子ちゃんのイベントで終わるんじゃねえかなって感じです。まあとりあえず行きましょう。とりあえずリビングに行きましょう。8時から出るだろう。うん。お、ゆいたそう。おお、あ、お兄ちゃんということでね。ゆい。てん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 。てん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 。どうしたの？何が？なんか変だよ。そう？変なお兄ちゃん。うっさいな。柄にもなくドキドキしてまった。そりゃそうだろう。ゆいが好きだとか言ってんだから、これ、ちょっと美佐子さん、もう一回上がったら出てくんじゃねえか。ちょっと、もう一回上がって降りてきてみっか、これな。やっぱり2回目降りてきたら美佐子さんいましたね。おはよう、ブス島くん。ということでね、昨日遅くまでご苦労様でございました。はい。おはよう、美佐子さん。ゆいにちゃんと告白してくれた？してません、まだね。まだしてませんよ。ちょっと待ってよ。ふふ、早く告白できる日が来るといいわね。もう、親公認とかもう本当に営み芸ですね。もう全くもう、とりあえずおっぱい見とくか。要するに気づかれちゃうぞ。まあね、てんてん。お酒を飲んでいたっていう、まあね、ここら辺もありましたけど、まあとりあえず行きましょう。ゆいに告白するときは、ちゃんとハンカチを持ってないとダメよ。どうしてさ。だってあの子絶対泣くもの。そんなにかい。ゆいは幸せな女の子ね。まあ、はっきり言って、プレイしてる主人公、下水けどな、今な。うん。まあ、というわけで、早速ちょっといろいろ出て歩いてみますかね。じゃあ早速、じゃあ最後の冬休み、楽しんでいきましょう。外へ出ましょうか。はい、ということで行きます。はい、行ってらっしゃいということで。本人とかもう本当に営み芸ですね。もう全くもう、とりあえずおっぱい見とくか。同級生2。はい、ちょっと早いんですけどね、駅に来てみたらともみがいましたね。あれでブス島くんということで、いや一人でしょ。え、一人よね。うん、そうならいいわ。ちょっと怖えな、ともみ。怖えな、これちょっとやべえぞ主人公。大丈夫か。てんてん。怖い。うん、同じ感想。いや、ともみ怖いな。俺このお姉ちゃんも結構好きなんだけど、とりあえず殴っとこう。いて
お前はクレイジークライマーか。前も読んだね。まあいいやいいや、他の場所行こう。とりあえず桜子ちゃんとここで待ち合わせしてるからな。よしよし、もう一回入ってやろう。ちょっと早いけどいるんじゃねえか。大丈夫か。うん、桜子ちゃんはまだ来てないようだな。薄島くん来たよ。もう今回桜子会決定だなこれ。あれれ、どこにいたの。でもね、コメントにもあったんだけど、桜子一番最初に行くとは思わなかったっていうことだったんですけど、行っちゃいますんでねこれね。はい。あれれ、どこにいたの。ここに立ってると男の人が声をかけてくるから、柱の陰に隠れてたの。まあそんだけ可愛いってことだな。おい、俺だって声をかけるよきっと。はい、彼女可愛い、よし とりあえず殴ろう。若者 A はな、てん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 。ねえねえ、よかった、俺たちとゲ、よしとりあえず、うん、ステルスバイパーでも食らわしてやろうが、うん、てん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 。ブス島だぞこいつ、やばい。よかったら俺たちとと言いますと、とまとととわー、わかんねえ、なんでそうなるの。ふん、バカめ。よかった、ブス島くんが来てくれたからもう安心ね。はっはっは、任せなさい。でもね、男好きでもね、声かけてくるバカなやついますよね。そういうやつはもう小手ですよ。もういきなりね、顎下にねぶちかましてやればいいんですよ。うん、おお、いいでしょ。とりあえずおっぱいですね。どこ見てるの、おっぱい。はは、ごめん、やっぱここにしか興味ないんだよ。ちなみにね、桜子ちゃん、前日というか、まあ日は回っちゃってるからね、まあ夜中深夜にですね、俺はゆいが好きだって言った後なんですよ。しかもね、ともみにもね、もう一人じゃないのって今そこで言われたばっかりなんだけど、桜子ちゃんとデートしちゃいますよこれね。うん、ブス島くん、どこ行こうか、もうホテルしかねえだろこれ。おこれはこれはこれは、ちょっとどうしちゃうこれ、どうしよっか。まあとりあえず、まあ、うん、遊園地とか行くのもめんどくせえ、食事とか、まあ定番はやっぱりどうだ、映画とかじゃねえな。そういえば映画って、あれか、泉のバックレだしな。とりあえず家に帰る、これはないな、これ選択したら怒るな。よし、とりあえず、俺はやっぱり最初食事とかが定番なのかなね。あ、指勝手にラブホテル、え、なんでもない指が勝手に動くな、これマウスがちょっと変えないとダメだ。食事とかどうだ。そうだ、いきなりだけど食事に行こうか。まあ昼過ぎだしいいんじゃねえか。ごめん、私食欲があまりないの。そうか、桜子ちゃんも退院したばかりだったな。そしたら海岸とかか、どうだ。八十八海岸なんてどう。八十八海岸、あ、ここから歩いて行ける海岸があるんだ。海が見れるなんて嬉しい。お、これいいんじゃねえか。よし、桜子ちゃん、とっておきの場所に案内しちゃうぞ。うん、早く行こう。よし、じゃあ行きましょう、八十八海岸行っちゃいましょう。よし、八十八海岸へ行こう。海なんて何年ぶりかしら。そうか、やっぱり入院してると。そうだね、可愛いなこのアイコン、やっぱりね。うん、いいですね、アイコンというかキャラね。うん、キャラ、チビキャラ。じゃーん、ここがとっておきの場所さ、いつもと変わらない背景、てん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 。あれれ、気に入らなかった、素敵すぎて言葉が出なかったの。もう桜子やっぱりこれヒロイン、いやだから当時あったんだよ、ヒロインってユイなのか桜子なのかっていう、このね話し合いというかね、友達とも結構話したんだけど、こう令和になって改めてプレイしてみると、桜子お前やっぱヒロインの素質あるよこれ。でもともみもね、ヒロインじゃないかっていう話もあるんだけど、ちょっとともみは今回ちょっと例外にしとこう。ともみもともみで結構イベント多いからね、プレイしてみて。だけどもやっぱりこのヒロイン戦争っていうのはね、やっぱり、いや桜子とこれちょっと、これ言葉出ねえよ俺も、どっちがいいかって。まあゆいちゃん派なんだけど、俺はどっちかっていうと、もう皆さんもね、桜子かゆいちゃんかって言われたら、まあどっちですかって、ここで泉って答えるのなしな。どっちだって言ったら、どっちがヒロインかって言ったら、迷うね。こんな話ばっかりしてるから、どんどん収録時間が長くなっていく。まあいいでしょう、行きましょう。なんかプライベートビーチみたいでしょ。海って冬に来てもロマンチックな場所なのね。まあ寒いし顔ベタベタすっけどな。うん、なんかいい雰囲気になりそうな。薄島くん、海に入ってもいい。へ、私ずっと入院してたでしょ。うん、
海を見ていた。じっとしていられなくなっちゃった。おお、芋貝には気をつけろよ。死んじまうからな、本当にな。さ、桜子ちゃん、今冬だよ。別に泳ぐわけじゃないもの。ね、いいでしょ。そりゃま、別にいいけどさ。お、お、イベクラ来るか。おほほほ、これサムネだよ、これ。キャー、キャーと、おほほ、すげえな、波の書き込みすげえな、おい。うわぁ、まあこれやってる時は男は暇だなっていうか、随分短いスカートだな。好きですけどね。薄島くーんと。はーい。キャー、冷たい。うわぁ、まあ確かに男はいつもこんな感じだよね。薄島くーん。はーい。見て見て、小さなカニさんを見つけちゃった。まあとにかく芋貝には気をつけろ。危ねえから。あとカツオのエボシの死体とかも気をつけろよ。うん、ほんとだ。まああれヒョウモンダコなんかもね、あ、冬だったら出てから、あれはあったかいとこだけだからな。うん、キャッキャッと、てん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 、なんか子供と海に来たみたいな。おお、とりあえず足だよ。スレンダーな足だな。足フェチのやつが見たら床の間に置いておきたくなるだろう。まあそういうね、あのサイコいたけどね、実際映画に出てましたけど、あのね、映画の中のお話ですけど、真空パックにしてね、撮ってあったやつっていましたよ。恐ろしい話だな。あくまで映画の話です。うーん、とりあえずめくりてえな。てん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 、あれ桜子ちゃんってこんな短いスカート履いてたんだ。うん、俺もそう思ったよ。薄島くん、はい。でも女の子ってよく冬場でも短いスカート生足で履いてたりするけど、寒くねえのかなって思うけどね。まあとりあえず話すか。なんか本当に楽しそうだな。ブス島くん、はーい。めんどくせえな。彼女のハーフコートがひらひら回っている。ブス島くん、足が真っ赤になってきちゃった。そりゃ冬の海に入りゃそうなるわ。当たり前だよ、冬の海に入ったら誰だって赤くなるさ。うん、もう本当だ。桜子ちゃんは思ってないのかもしれないけど、とっても女の子らしい足をしてると思うぞ。いいね。俺はちょっと太い方が好きなんだけどな。桜子ちゃんって可愛い上スタイルもいいんだな。てん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 、よかった、もう一度会うことができて。もう本当だよ。もうどれどれ、いつまで海に入ってるつもりなんだろう。冷たい。桜子ちゃん足が霜焼けになっちゃうよ。薄島くん、ここの海って水がきれい。うん、東京の海は汚ねえぞ、はっきり言って。ち、聞いちゃいね。なんか今日は桜子ちゃんの全身をじっくり見に来たみたいだな。それはそれでいいんじゃねえか。薄島くん、はーいって感じだろ。まだはほらな、はーいだよ。男ならこんなもんだ。手に持たないで砂浜に置けばいいのよ。バカ野郎、この絵がいいんじゃねえかよ。あのな、砂浜に置いてね、もうなんかやってるよりこう手をに靴持ってたりする方がちょっといいじゃないかよ。もうその辺は大人の事情だよ。あのスカートが濡れちゃった。濡らすはちょっと違うかもしれないけど、まあいいだろう、もういいだろう。スカートの裾がひらひらと、てん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 、白だぞ。見えたのかお前は。いいね、俺は白しか認めねえぞってね、どっかの編集者が言ってましたけどね。まあまあいいでしょう、いいでしょう。なんて無防備なスカートなんだ。桜子ちゃんが俺の彼女だったら一から教育し直さないとな。まったくだ。ひらひらとね、はいはい。もうまあ楽しそうだからいっか。まあそうだな、桜子ちゃんが動くために一緒になって髪の毛が動いている。これ絶対ライブ 2D だったらぬぬぬ動いてんだろうな。まあね、でもいいですよね、こういう16色の昔の静止画1枚でもここまでこうねなるっていうのがいいです。本当にキャーキャー冷たいと、もういいな、楽しそうだからいいかということでね。まあ透き通るような白い足だと、本当にね、たまに透けて血管見えてる人とかいますからね、不健康でね。うん、なんか辺りが暗くなってきたような。おう、もう5時じゃねえかよ。てん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 、いや、もうこんな時間かよ。ブス島くーんと、はーいと、なんか変なの、はーいと、足が赤くなって、はーい。お前めんどくさがるな主人公は。体が冷たくなって震えが止まらなくなってきちゃった。おい、低体温症じゃねえかそれ。はーい。え、もう本当だよ、ダメだダメだ、ブス島くん助けて。おいおいおい、あのな、震えるまで海の中に入ってる場がどこにいんだよ本当に。アホだな。まあよっぽど嬉しかったんだろう、ザブザブと。あー、膝まで赤くなってる。でもね、とっても気持ちよかったの。アホか、ちゅ、助けてって言ったのは誰だよ。だって海に来るなんてすごく久しぶりなんですもの。ほら肩につかまれよ。うん、げ、手がすごく冷たい。火起こせ火起こせ、メタルマッチくらい持ってんだろう。ブス島くん、手すごく温かい。ほらこの岩場に座って。寒い、
俺の浮気していいぜ。浮気じゃ、いや、なんだよ。おお、ここでおっぱじめんのか。ちょっともうちょい壁のあるところ行けよ。じゃあもっとこっちにおいでよ。なんか本当に楽しそうだな、ブス島くん。はーい、めんどくせえな。同級生2。あら、うー、今回サムネ候補いっぱいあるぞこれ。うわ、ブス島くんの体温かい。桜子ちゃんの体まだ震えてるよ。なんか体の芯から冷えちゃったみたい。体は平気？ブス島くんがこうしてくれてるから平気。あら、まあこれはこれは、もう日が暮れちゃった。体は冷えちゃったけど、海に入ってる時の桜子ちゃんは本当に楽しそうだっただよ。うん、噛んじゃったな今な。楽しかったのは海の中に入ってたからだけじゃない。おお、どういうこと？とりあえずタラコ唇アイコン来るんじゃねえかこれ。ブス島くんの心臓の音が聞こえる。一応生きてるから。ふふ。何こいつら楽しそうなのに。でも楽しいよなこういう時な。わかる。でもなんかこうしてると安心するの。うん、ブス島くんは、俺はこうしたくなる。チュッと。あー、こいつら何、くっそ、ゲームみたいなことしやがって。ほんと腹立ってきたぞ。なんか、うん、子供のようなキスをしてしまった。もう本当にこれ、相手がヨシキとか気さくだったら絶対嫌がるだろうな。さてと、そろそろ帰らないと。てん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 。今日こそ家まで送っていくね。まだ体の震えが止まらない。じゃあと少しだけ。もうこれ、あれ、え、この膨らみ何？俺のおっぱいだよ。ああ、お前主人公せっそうねえな、おめえも。うん、これのこと。あ、私のあげたペンダント。あ、そういうことか、そういうことか。お前もしかしてなってんのかと思ってちょっとびっくりしちゃったぞ。ペンダントね。うん、ペンダント見せて。よせって。ずっとしててくれたんだ。うわ、このオルゴールの音がまたね、来るね。このさ、オルゴールのやつね、ちょっとね、ちょっと前にあのツイッターでさ、あなたのね、なんていうのかな、印象に残るオルゴールの音なんですかみたいなツイートがね、流れてきまして、ゲームの中でのね、これのことをね指してたんですけど、思わずリプしちゃいましたね。本当に割と最近実況したばっかりだったからさ。いや、これさ、このオルゴールの音だけ聞くと、あ、オルゴールの音なんだなって感じだし、ちょっと悲しげな音だなっていうのはあるんだけど、この今までのこの積み重ねたシーンと、もうこれ組み合わせると、やべ、ちょっとやべ、涙出てくるなこれ、やばいな。やっべ、ちょっとまあ実況していきましょうか。あ、やばいやばいやばい。あの時雪が降ったのよね。ああ、ブス島くん。え、ブス島くんは家族と一緒に住んでるの？家族と一緒ってわけじゃないけど、じゃあ一人暮らしなんだ。一人暮らしってわけでもないな。てん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 。どうしてそんなこと聞くんだ？私、ブス島くんの家に行ってみたい。ゲッゲだね。まだ時間は平気だし。ははは。ちょっとこれやばいな。美佐子さんが言ってたことになっちゃったな。私、ブス島くんの家に行く。おい、ダメ？桜子ちゃんはまだ俺が同棲してると思ってるのかな。ダメなら諦める。これもう、これは家に行くか。もうここ腹決めるが、もう今回桜子、いや俺はゆいも両方行くぞ。俺は下水から両方行って、両方行く。 OKOKOK 大丈夫大丈夫、行ける行ける、家に行く。いいよ、じゃあ一緒に俺の家に行こう。本当に？あ、別に構わないさ。うん。あれで、どうしたの？え？なんか驚いてるみたいだ。驚いてなんかいないもん。ちょっとこれはやべえ。よし、俺の家に行こう。もう今回桜子会だよ。もうこれ桜子会だぞ。自分の家に行ってやるぞこれ。よし、俺の家に行こう。頼むから、ベランダから入るとかそういう恥ずかしいことすんなよ主人公。頼むぞ。はい。え？なんか緊張してない？てん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 。まあいいや、行こう桜子ちゃん。おお、これはちょっとどうなっちまうんだこれ。ちょっと楽しいぞ。頭に紅白饅頭乗ってっけどよ、桜子ちゃんな、横から見ると違う家とか行かないよな。俺のおっぱいだよ。ああ、お前主人公せっそうねえな、おめえも。同級生2。
ふう、やっと着いた。ブス島くん、へ、私喫茶店に行くなんて言ってない。この喫茶店が俺の家なんだよ。ブス島くん、喫茶店に住んでるの？サクロちゃん、喫茶店の横に普通の家がくっついてるでしょう。あ、本当。ちょっと待っててね。て、はてなはてなはてな。すぐ戻ってくるから。うん。てん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 。ただいま。てん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 。誰もいないのかな？おう、美佐子さんいいじゃん。あら、お帰りなさい。どわ。どうしたの？びっくりしたわ。なんか顔が赤いわね。熱でもあるのかしら？ないない、絶対ない。夕飯は食べた？うん、食べたから今日はいらない。そう。てん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 。ね、家が好きだって言っておきながら他の女引っ張り込もうとしてる。ゲスの極みだな、これ、おい。ブス島くん、明日は始業式ね。美佐子さん、ゆいは？ちゃんと将来のこと決めた？だから美佐子さん、ゆいは？ゆいは自分の部屋にいるんじゃないかしら。そうか、いるのか。てん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 。てん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 。てん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 。美佐子さん、まだここにいるの？え？いや、なんでもない。変なブス島くん。おぉ、これバレだろ、おめえ。美佐子さんとゆい出てくぞ、これ。今だ。はぁ、お待たせ。あ、ブス島くん。さ、早く中に入って。どうして息を切らせてるの？いいから早く。お邪魔しまーす。しー、不倫じゃねえかよ、これ、もう。俺の部屋は2階だから。うん。わあ、綺麗なお部屋。まあ確かに、女の子呼んでも全然恥ずかしくない部屋ですね、これはね。っていうかさ、このゲーム始めて、ゆい以外初めて来たんじゃねえか、これ。よしきとかね、あれは別だけど。まあいや、とりあえず見とくか。男は視覚的に欲情する動物だ。あまり見てると狼変貌してしまうぞ。変身しようぜ、早くな。綺麗なお部屋ね。はは、ありがとう。でも、女の子ってやたらと無茶言うよね、こういうのね。ブス島くんが自分で掃除してるの？たまにね。たまに？年に1回ぐらいかな。ふーん。ブス島くんの部屋、すごく広い。そうかな。部屋だけじゃなくて、お家も大きいよね。まあ、お父さんが有名な考古学者だからな。なんか、男の子の部屋って感じ。エッチな本出しっぱなしじゃないよな。どうしたの？へ。自分の部屋ならキョロキョロしてる。サクロコちゃんが俺の部屋にいるなんて夢みたいだなって。てん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 。私もちょっと緊張してるの。おー、ごめん、立たせたままで。平気、気を使わないで。ソファーでもベッドの上でも好きなところに座っていいよ。てん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 。ベッドの上はよしておく。そうか、そうだよね。まあ、やる気満々よ、こっちは。じゃ、そこのソファーに座ってよ。うん、ブス島くんが座って。ダメだよ、桜子ちゃんがお客様なんだから。ブス島くんは？俺は床にでも座るから。ダメ、ブス島くんがソファーに座るの。それが変じゃない？だって私、男の人を見下ろして話すの嫌なんだもの。なんて大和なでしこ、これ。桜子ちゃんって結構古風なんだな。うん、そうだね。ブス島くん、私ここに座るね。あら、まあ、これブス島マークよ、今回は。これはちょっとブス島マーク入れますよ、これ。でもブログの方には入れないからね。うん、あ、なんかこうしてるとあの頃を思い出さない？てん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 。ブス島くんってば。え、こうしてると私が入院してる時のこと思い出さない？可愛いな、桜子ちゃん、マジ。どうして？ほら、私が病室で、あ、俺が木に登って話をしていた時のことか。うん、ちょうどこんな感じだったもの。おー、とりあえずここだよ、みんなは。まずな、下着が見えてる。うん、教えてあげた方がいいのかな。いや、教えなくていいぞ、俺はな。どうしたの、ブス島くん、本当に白だったな。いや、なんでもない。桜子ちゃんの下着が見えてることに気づいてないの？これわざと見せてんじゃねえか。そんなことねえか、大丈夫か。とりあえずこう、結構あれだな、膨らみだということでね。ブス島くん、最初に木に登ってきた時のこと今でもはっきり覚えてるの？あの時の桜子ちゃん、結構話し方が冷たかったぜ。だって知らない人だもん。そりゃそうだ。これもしかして後ろにあるのレコードか、これ。ブス島くん、レコードいっぱい持ってるんだ。おー、レコードなんて、俺でも、あ、俺持ってるか、一応レコードは。あるな、そこに。今時アナログなんて珍しいだろ。アナログ？そう、CD はデジタルで、レコードはアナログ。私、よくわからない。可愛いね、でもね、そういうのわからないって言っちゃうあたりがね。病室で話をしていたのがすごく昔に感じるの。
まだ1ヶ月も経ってないよ。木の上から私を見下ろすブス島くんの目すごく優しそうだった。今はあの時と一緒。ここがベッドの上だったら昔に戻ったような気分になりそう。それはあんまり良くない感じじゃないの？はは、でもあの時はもっと桜子ちゃんと離れていたけどね。てん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 、そうよね、今手を伸ばせば届く距離にいられるんですもの。おー、ねえ、一つだけ聞いていい？うん、いいよ。どうして慌ててたの？え、この部屋に連れてくるとき、そりゃいきなりね、そう言われりゃ俺も困るよ。当時だったら、うん、一人暮らしならいいけどさ。はは、やっぱり慌ててるように見えた？うん、すごく慌ててた。薄島くん、私を誰にも会わせたくないって感じだったもん。そりゃねえ、そりゃねえ、聞くなそういうことはな。はははは、はなんか変だった、気のせいだよ。嘘、薄島くん、私に何か隠してる。うん、どうしよっかな。いや、ここどうすっかな。もう、いや、もうこの際だからさ、俺今回この回ね、優位狙いなんだマジで。だから一応セーブデータはあるし、とりあえず今回桜子失敗してもまあ、うん、時間戻してもう一回やる。いいいいいい、それでいこう。よし、だからということで今回は正直に言っちまおう。聞いて驚かない？うん、俺は10年前から限りなく親族に近い人たちと一緒に暮らしてるんだ。はてなはてなはてな、わからないよねこれじゃ。うん、一人は美佐子さんっていう人で、もう一人は美佐子さんの娘。はてなはてなはてな、まだわからないよねこれじゃ。うん、コンコンコン、ゲッ、ブス島くん部屋にいるんでしょ？いるけど。ブス島くん、ゆうご飯いらないって言うから、ゆいと一緒に外で食事してくるわね。うん、わかった。てん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 、今の人が美佐子さんなの？そう、美佐子さん。おっと、これ美佐子さん気使ってんなこれ。さすがだな。おーおー、とりあえずパンツだな。いかん、どうしても視線がここに行ってしまう。ブス島くん汗かいてる。はは、ちょっと暖房が強すぎるのかな。金持ちだな、暖房あるってやっぱり。てん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 、なんか俺誤解されてるような説明の仕方したかな。ブス島くん、え、ごめんね。は、私ブス島くんに家に行きたいって言った時絶対断られると思った。てん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 、私まだブス島くんのこと疑ってた。そうなんだ。でも私本当に好きだからブス島くんのことを信じる。おー、まあ信じても下世ことしますけどね、これからね。だから何も説明してくれなくていいの。うん、古風だね本当に。桜子ちゃんいい子だね。てん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 、そうだ、桜子ちゃん写真を見せてあげるよ。写真？説明しない代わりに写真だけ見てくれないかな。うん、確か引き出しの中にゴソ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 、おお、あった。おお、うわ、かわいい。一番左にいるのが美佐子さんで、その隣の女の子がゆいっていうんだ。じゃ、この男の子がブス島くんなのね。そうだよ、後ろの大きい人がブス島くんではないよ。一番右にいるのが俺の親父で考古学者なんだ。これってブス島くんがいくつの時？8歳の時。8歳っていうと10年前ね。まあここら辺計算しなくていいから大丈夫だから。一緒に暮らしてもう10年、いやちょっと計算間違ってますね、12年ですね。うん、コンプラねこれね。うん、はいはいはい、てんてんてんと、てんてんてんと。ブス島くんの顔なんか寂しそう。そんなことはないよ。うん、そんな表情初めて見たもの。俺たちってさ、いつまでも一緒に暮らせるのかな。てん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 、あー、ちょっとこれ桜子会相当長くなりそうだけど許してくれ。これはな、八十八学園に通うようになったら桜子ちゃん大変だろうな。え、こんな可愛い女の子が男子生徒が放っとくわけないからさ。絶対に平気。私可愛くないもの。うん、あなた可愛くないって言ったらちょっと世の中バランス崩れるから、それ言っちゃダメ。うん、ダメよ本当にね。なんかブス島くんのこともっといっぱい知りたくなっちゃった。俺だって桜子ちゃんのことを知りたいさ。てん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 、うん、私のこともっと知ってほしい。おっと、これはこれは来るが、おなんか暑いね。暖房を弱くするね。うん、暖房を弱くしてもきっと暑いと思うから、これ誘ってるぞこれ。おい、
自分のパンツを見せよ。自分のパンツを見せるってことは何をしようとするってことだ。何すんだよこれからな。てん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 。やめようぜ。自分で自分の気持ちを追い込むのはもうするんだよ。もうあもうこんな時間。本当だ。そろそろ帰らないとな。あれ何もなしか。てん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 。駅まで一緒に。うん。おーちょっと。おーおーおー来た来た来た。おーこんなくだらん洗濯機来た。たらこ唇来たよこれ。あ来ましたね。さくらこちゃん。うんと興奮してきちゃった。いや。さくらこちゃんの吐息が熱い。この嫌はまあいやダメな嫌じゃないね。大丈夫だね。胸はいやこれはダメな嫌ですね。ててててて。やめてブス島くん。さくらこちゃんの胸の膨らみが俺の手の中に。やだやだお願いやめて。これはどうしちゃおっかの。いやでもやめてって本人が言ってるからやめてあげるのがねやっぱりねあれですね。やめてあげるのが筋ってもんでしょここは。うん時間も時間だからなしょうがないね。あ指勝手に。くそー指この憎たらしい指目こうしょうがないね。ダメだやめない。 いや桜くんの胸って小さくて可愛い。そんなにちっちゃいんですか。触っちゃいや俺のことが嫌い。そういう言い方ずる。うんまあ言いますねこれはね。てん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 。あベッドの上にダメ。さくらこちゃん。んやめて。でも昔ベッドに運ぶときぎっくり腰になったっていう知り合いはいたな。アホだよな。さくらこちゃんの細い体が俺の体の下にあると。乱暴なのは嫌。乱暴にしないから。今だって乱暴だもん。てん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 。電気だってついてるもん。いや電気はつけてするもんだよ。てん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 。今のブス島くんすごく怖かった。てん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 。そうだよな。彼女の言う通りかもしれない。まあやりますけどね。だからブス島くんのことを信じる。おお、まあ信じても下水ことしますけどね、これからね。同級生2。お、来た来た来た。ブス島くんのバカということだね。そう、俺はバカだよということで、いかがっすか。これ、いや、メインヒロインに近えな、やっぱりな。まあまあまあいいでしょう。いやいいじゃないですか。とりあえずうん眼福ですね。そう俺はバカだよ。てん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 。限界まで行くぜ今日も。バカでも好きだもん。おおブス島くん。てん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 。俺は彼女の桜色した唇に優しくキスしながらコートをそっと脱がそうとした。明るいのはいやいや電気はつけます。しかし俺は部屋を暗くするつもりで全くない。うんそれでいいぞ。てんてんてんと。さくらこは何も言わずにじっと俺の目を見つめている。俺は再びコートに手をかけると少しだけ乱暴に脱がしてやった。まあ暑いからねしょうがないね。うんと。あらまあ自動で済んでったよ。少し体を浮かせるようにしたさくらこの。もう向こうもやる気あるじゃんもうねこれね。さくらこの唇から喘ぎ声にも似た声が漏れる。しかし俺はまだ喘ぎ声が漏れるようなことは何もしてない。確かにブス島くんと。桜子の瞳の奥には戸惑いの色が見えた。そう彼女はベッドから起き上がり俺の部屋から出ていくことだってできる。しかしなぜベッドの上じっとしていて俺なすがままになろうとしているのか彼女自身が理解できていないに違いない。怖い。俺は彼女のその言葉を打ち消すかのようにそっと肩を抱きしめた。もう完全営み芸だなこれな文章な。桜子の肩を細く強く抱きしめると折れてしまいそうだ。確かにちょっとね恰幅良くてもねこう女性の体って華奢な感じはしますね。確かにね。うんて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 ん。俺は少しだけ体を離すと今度は彼女のスカートを静かに脱がし始めた。うんここら辺からどうだろうな。ブス島マークでいけるかこれどうだ。あこれはブス島マークでいけますね。まだねいけますね。彼女は体を固くしたまま桜子は逃げる様子もなくじっとベッドの上で横になっている。恥ずかしいと。そう言うと桜子は不安そうな感じで俺の顔を覗き込んだ。多分彼女は次に俺が何をしようとしているのか知りたかったに違いない。俺がこれからすることは。おっとここでコマンド来ましたね。いやこれブス島マーク入ってるけどいいでしょ。ブス島マークなしもちょっと上げとくわブログにね。これオーケーオーケー行くぜ。キャッ
俺の手のひらが桜のモチーフさを包み込んだ途端、彼女も体をすくめるようにして小さな悲鳴をあげた。滑らかな下着の内側に隠された膨らみの突起が俺の手のひらをくすぐっている。あ、一番いいやつじゃんこれ、一番俺好きそれ、いいね。小さな膨らみの先端が俺の手のひらをくすぐっている。んと、おお、あ、コロコロしてんですね、要はね。うん、お、コロコロですか、いいじゃないですかね。桜子のちぶさは少女のような硬さが残っていた。もちろんこの膨らみを触った男が怪異であることは容易に想像できる。あ、なんか変な感じするの、おっと来たね、わかんねえだけが、わかんねえだけだろ。うん、でもさ、これさ、俺さ、グラフィックさ思うんだけどさ、この桜子ちゃん自体もいいけど、後ろのこのさ、ベッドのこのシワすごいな。これ模様もちゃんと書いてあるし、いやすげえ、これ今みたいにテクスチャーベッて貼って効果入れてるわけじゃなくて、これ全部手打ちだからね。これそう考えるとめちゃくちゃすごいよこれ。いや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 、恐れ入ったわ、とりあえず行くか。おお、行くか、タラコ唇。俺は桜子の可憐な唇にキスをすると。うんと、ああ、じゃあちょっとこれどれ、 いやいや嫌じゃないんだよ、ちょっと嫌じゃねえんだよ、薄島くん胸が好きなの、大好きでございますね、桜子ちゃんの胸ならね。まあ男はみんなこう言います、大丈夫です。我ながら気の利いたことを言ったと俺は思ったと。下着の上からさらに彼女のね、ほにゃららという感じで、やっぱり恥ずかしいのと。いやいや、いいから、気にすんな気にすんな、もうな。よしよし、どうしてそこ触るの、その場所に触れる理由ないちいちあるはずもない、ただ触りたいから触るのだ、そのままでございますね。ふう、お腹の上になんかお前らちゃんとねえ、ムー近藤をつけなさい、ちゃんと。もうほんと、ダメだよほんとね。まあまあね、うん、まあそういうお前はどうなんだって言われたら困っちゃうけど、まあとにかくそういうことだな。うん、てんてんてん、薄島くん、え、てんてんてん、ずっと大好きだからね。おーおーおーおおお、てん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 、おお、桜子ちゃん、うん、てんてんてん、なんか恥ずかしい、おっぱじめやがってこいつら、本当にとんでもねえやつらだな。うん、あの変な意味じゃなくて、今日はどうもありがとう、俺なんて言わなくていいよ。うん、まさかね、退院したばかりの娘が家帰ってもうなんかこんなになってたらお母さん驚いちゃうよこれ、親ね。うん、体は平気、なんかすっごく元気なの、自分でも不思議なくらい元気、駅まで送ってくよ、てん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 。うん、なんか恥ずかしいし、それにそれにちょっとだけ一人になりたい気分だから。わかった、ごめんね、わがままな女の子で、本当にわがままだけど、まあ可愛いから許すわ。じゃあね、仏島くん、明日から学校が頑張って。ありがとう桜子ちゃん、おやすみなさい、てん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 、おやすみ桜子ちゃんという感じですね。いやー、ずいぶん長く撮っちゃいましたけど、今回は桜子会って感じですね。やっぱり桜子ちゃんヒロインに近いっていうか、いやこれ迷うね、どっちか。まあでもね、もうそういうもんですよ。いやいや、でもこのさ、営みで今までこうやってきたけどさ、こう結構ギリギリまでいける作品って珍しいよね。やっぱりそういうところの演出なんかもこの同級生2の魅力なんではないでしょうかね。いやー、本当にもう最終日なかなかイベント満載じゃないですか。これでとりあえず桜子ちゃんも攻略できたんではないでしょうかというところですね。というわけでとりあえず今回はここで終わりにしたいかと思いますんで、これ連撮りだろこれ、このままな、もう行くけど、どうだろう、ゆい行けるかな、最終目的ね。まあとりあえずやるだけやってみますということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします、ブス島でした。ひどひどひど、ではでは、こういうご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。
常識では考えられない発言コンストラクションブス島、あなたが体験するのは明日かもしれない。